100人になりました。でもあのこれをあげたら99人に載ってるかもしれないですけど、自己紹介動画も撮ってなくて、一体何なんだ何者なんだっていうのもわからないような状態なのに、よくは登録していただけたものだなと思います。ほぼほぼやっぱりその歌をね、上げているので、その歌で登録してくださってる方がほとんどなんですよ。だからこの動画もね、もしかしたら全然見られない可能性の方が高いんですけど、皆様のおかげです。本当に最初17人でしたからね、本当はほぼピン打ち の、 登録者人数だったんですけれども、まあ徐々に増えていきまして、でもまあ超スローペースですね。この第6ボタンっていう名前を使って活動をしているのはもう8年目になるんですよ。8歳になるんですよ。で8歳なんだけど8周年の記念を祝ってねえな、祝うの忘れてた。ボタンの民の方々、8年目になりました。本当にまだ全然ね、復帰とか全然できてないんですけど、今後もよろしくお願いします。分かる人には分かる挨拶をしてみました。8年前何やってたかっていうと、まあ、第6ボタンっていう名前で演劇の企画をやってたんですね。ああ、じゃないか。で、私が脚本演出という形で、劇場とかを準備したりとか、稽古場を借りたりとか、稽古期間を全部決めて一個のお芝居を作るっていうようなことをしてたんですけど、で、まあ、そういうような中でメイキングとかを撮ったりとかするのに、ずっと自分でカメラを回してたんですね。全くこっちが映る側の人間じゃなかったんですよ。脚本演出やってるくせに役者でも出てて、なのにカメラには一切映らないっていう摩訶不思議なことをしてて、でこの間純くんと愛ちゃんが動画に出てくれたじゃないですか。あれ8年目にして初のマジレア映像なんですよ。不思議なことをしてます本当に。ね。でもその芝居やる前まではもともとテレビのディレクターをやってて、使えないド底辺のもうやつで、本当ダメだ、本当ダメなやつでした本当に。もうなんかそういう風にディレクターをやってましたっていうことさえも恥ずかしいぐらいのレベル。諸先輩方はね、非常にやっぱり仕事、お仕事ができる方々なので、もう普通に自分で映像とかのね、お仕事をする会社とかを立ち上げたりとかして、はあ、本当すごいよね。私にはとてもできない。本当私ができるのはこれ、私ができるのは本当にこれぐらいの程度のことしかできない。今後の、目標はやっぱり収入化をしたいなと思ってます。で、なんで収入化まで行きたいかっていうと、旦那に鼻で笑われたからなんですけど、それはタピオカのね、飲みながらやさぐれてる動画があるんですけど、それで見ていただければわかるんですけど、で、さっきもともとディレクターをやってたって言ってたと思うんですけど、なんかそのことまでも全部ひっくるめて否定されたような持ちになっちゃって、なんでちょっとカチンときて、じゃあもう本当にもともとね、こんな腐れ底辺ディレクターでしたけど、そんな腐れ底辺ディレクターでちょっとだけ本当に映像のことが分かってるやつが、こういうような動画を出し始めたら、一体どれぐらいのね登録者になるのかっていう、本当に長期的な実験を今試みてるので、せいちゃんとかいっちゃんとかと遊んだりとかするような動画しか出せないんですけど、出せないって言ってもね、いっちゃんとかさ、もう操縦不能だからさ遊ぶって言ってもなんかもうべちゃーとかわーとかなって、なんか言うこと聞かなくてカメラボーンとかになったりとかして、本当にこうやって一人でダラダラ喋るっていうこともなかなかできない状態で、今コロナでみんな休校ですよね。まだ感染者が少なくて、緊急事態宣言が出ていない地域の方は休校ではないかもしれないんですけど、うちはもうバリバリ休校です。はい、なので毎日子供たちがいます。でも長い春休みだと思えば共働きではないし、旦那がバリバリ頑張って働いてくれてる状態なので、私が子供2人一日中見てるという状態なんですけど、
基本的に引きこもりなので、全然家の中に引きこもっていても苦ではないような感じなんで、でもまあなんか動画を撮ろうかなっていう気持ちになれなかったりとかもするんで、うん、本当に気分で動画を撮ってます。すごい YouTube にさ、すごい芸能人とかさ進出してるでしょ。絶対そっちの方が得じゃない？だってさ、ネタがすごいあるし、この人にもそもそも興味があるっていう人がさすごい登録するわけじゃない。じゃあさ、こうやってさ、もうすげえなんか自分のできることを静かにちま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 やってる底辺 YouTuber はさ、結局全然身にならないっていう事態になるよね。困るね。まあでも自分のできることをコツコツやるしかないので、頑張ります。今後もダイログボタンのおチャンネルをよろしくお願いします。本当よろしく、なんかメガネずれちゃった。今後もダイログボタンのおチャンネルをよろしくお願いします。100人になりましたので、せいちゃんから一言どうぞ。皆さんにメッセージ送り、うん、せいちゃんから何かこう YouTube の人たち、 YouTube に第6ボタンのチャンネルに登録してくれてる人たちに一言どうぞ。皆さん、登録者100人ありがとうございました。せいちゃんはこれから何したいですか？このテレビで何したいですか？このダンビーレスがなくなったら、しんちゃんとりんけくんと遊びたいですだそうです。というわけでまたね、ありがとう、バイバイ。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録とコメント登録も押してね。見てくれてありがとう。チャンネル登録もよろしくね。次の動画も見てね。バイバイ。